ほら、おいでおいで、おいでおいで、かわいいでしょ。どうも、たまです。今日も一日お疲れ様です。今回は、たまくら10パート目やっていきたいと思います。前回、前々回のパートでですね、アップデート後のネザーに行きまして、結構ね、大変な冒険になってね、まあ、このたまくらの中のたまさんはちょっとね、疲れてるんですよ。そして今はね、旅の疲れの癒しが欲しいということで、今回やっていくことなんですけども、こちらの拠点にいろんな動物さんを連れてきたいと思います。ということで、早速、レッツゴー。エモート楽しい。で、今ね、私の家の近くにいる動物さんが、この大量なね、鶏さんと、グレーの羊さんと、牛さんとラマさんなんですけども、牛さんとね、羊さんとラマさんに関しては、呼んだつもりないんですけど、なんかいつの間にかね、混ざってたということで。で、まあ今回メインではですね、牛さんと羊さんをもっとたくさん連れてきたいなと思ってます。あと、豚さんもいたらね、連れてきたいなと思っておりますね。と、その前に、そしたらちょっと、畑作業をやっていきましょう。ではマイクラ音フェチお楽しみください。よし、ということでね、収穫した後にまた植えることができました。そしてもう日が暮れるのでね、動物さん探しは寝てから行っていきたいと思います。ということで、おやすみなさい。おはようございます。そしたらまずはあらかじめね、動物さんたちを囲うための柵を作っておきたいと思います。よし、とりあえずこのくらいでいいかな。そしたら今作った柵でですね、いくつか囲いを作っておきたいと思います。あれ、行商人さん来てる？ちょっと今消えてますね、これ。けどいますね、めっちゃうーんって言ってる。ただね、私今ね、エメラルド一つも持ってないんだ。ごめんね、せっかく来てくれたのに。で、まあとりあえず今回はね、おしゃれとかちょっとあんま気にせず、適当にね、囲っておきたいと思います。後にね、おしゃれに建築し直すつもりなのでね、今回は本当に仮でございます。で、ここにね、扉をつけておきますか。で、これで一つ。じゃあこっち側にも。で、ちょっと待って、行商人さん、魚人さん、そこにいるとね、柵が置けないんすよ。おーおー、突如として現れた。そこに柵を置きたいんですけどね、置かしていただけますか。ちょっと、失礼してよろしくて。ね、うんじゃなくて。いい？置くよ。はい、OK、ありがとう。で、ここにも柵を。って、待って、なんかさ、こうしたらまるで私が行商人さんたちをさ、閉じ込めたみたいじゃん。別に私閉じ込めたくて閉じ込めたわけじゃないからね。勝手にいたんだもん、そこに。知らんから。そんなに見ても私別に悪気ないし。はい、さ、ということで、囲いをですね、4つ作ることができました。なのでね、4種類ぐらいはね、とりあえず動物さんたち連れてくることができます。そしたら一応ベッドを持ってね、早速動物さんたち探しに行っていきたいと思います。まずはですね、この小麦とジャガイモを持っていきます。で、小麦ではですね、羊さんと牛さんを連れてくることができて、ジャガイモではですね、豚さんを連れてくることができます。ではでは早速探しに行っていきましょう。どっちが行こうかな。とりあえずね、今のところ豚さん一匹もいないので、豚さんはね、絶対的に連れて行きたいなと思うんですけど、あ、早速羊さんいるじゃん。白と黒、あれ黒消えた？あ、いた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 。オセロで連れてこう。ほら、おいでおいで、おいでおいで。かわいいでしょ。なんかちょっと懐かしいな、この動物さんたちと、このじゃれ合うの。あ、いる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 。君たちもおいで、ほら。おいで。ほら、みんなまとめて、私のお家においで。そう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 。結構ね、羊さんの羊毛を使って建築とかしたりするんですよ。だからね、羊さんはね、大量に増やしたいんですよね。おいでおいでー。よし、じゃあここが近いから、ここのね、柵に入れていきたいと思います。さあ、おいで、ほら、入れるかな。おいで、ほら、こっちだよ。おい、そう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 、一匹ずつおいで。そうだよ。ちょっと大丈夫？ちょっとちょっと、そうそう、オッケーオッケーオッケー、偉いよ。で、ちょっと餌をあげましょう。はい、どうぞ。よーし、ということで、羊さんをね、確保することができました。まあ、とりあえず2匹以上いれば、餌をあげた時に子供を産んでくれるのでね。まあ、羊さんはこれで OK かな。じゃあ、豚ちゃん探そう。まあ、いいや、じゃあちょっとこの辺でお休み。あ、待って、豚ちゃんいるじゃん。豚ちゃんいるけど、じゃあちょっとね、この辺で一回お休みしていきたいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。
さて、運よく豚さんがいますね。連れて行きましょう。豚ちゃんはさっきも言った通り、これを見よ、ジャガイモで連れて行くことができます。あとね、ビートルートでもね連れて行けるんですけど、まあとりあえず今回はジャガイモで連れて行きましょう。おいでおいで、ブーちゃんおいで。まあもう一匹、あ、待って、子豚ちゃんもいるじゃん。ねえ、子豚ちゃんおいでおいで。親子、親子、生き別れの親子を再会させてあげました。なんて素晴らしい私なんだろう。これぞもうマインクラフターの鏡ですよ。じゃあここでいいかな。はい、入っておいで、新しいお家だよ君たちの。はい、よくできました。はい、よくできました。あ、ちょ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 、ダメ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 、あー危ない。ということで豚さんをね2匹確保しました。これでね、また餌をあげ続ければ豚さんをね増やすことができるので OK かな。大丈夫、それ柵刺さってない？無事？まあいいや。そしたらですね、牛さん狙っていきますか。さてさて、わお、え、白い馬さんがさ3匹もいるんだけど、かっけ、めっちゃかっけ。いいな、早く私も馬さんに乗って冒険行きたいわ。あ、ブーちゃんいっぱいいる。え、なんでこんなにブーちゃんいっぱいいるの？急にどうした？ほら、じゃあ連れてこう、まとめて。よし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 、はい、おいで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 。はい、ご褒美ご褒美、いらっしゃい。歓迎、引っ越し祝いで、引っ越し祝い。オッケー、ということで柵をサクッと閉じまして、オッケー。はい、豚さん一気に大家族になりました。とりあえずじゃあ豚さんはこれでオッケーかな。そうしたら今度こそ牛さんを求めて行っていきたいと思います。羊さんは結構いるんだね。まあ、羊さんもね、もうちょっと連れて帰ってもいいなと思うんですけど、とりあえず牛さんをね、優先して連れて帰りたいと思います。だが、しかし、いませんね。近くには。あ、一匹いる一匹。あ、待って。あ、親子だ。ほら、おいでおいでおいで。さっきの豚さんと同じだね。君たちは行き別れじゃなくて、もともと一緒にいたね。おいで。いいよいいよ。かわいいね。やっぱ足がかわいい。ね、ほんとにかわいいんだけど。ねえ、すごい、おうって、なんかすごい、え、なんか、え、人みたいな声出なかった。あ、おー、羊さんも参加、羊さんも参加。いいよいいよいいよ、まとめて連れてってあげるからね。はい、お入りお入り。あ、オッケーオッケーオッケー、ちょうどいい。あ、羊さん待って、よし、オッケー、綺麗に分かれた。じゃあ羊さんこっちおいで。羊さんこっちね。よいしょ、さあ入っておいで。みんなオッケーオッケー、新しい仲間が増えたよ。まあいいや、じゃあちょっと夜なのでね、寝ていきたいと思います。じゃあ新しい動物たちと一緒におやすみなさい。おはようございます。そしたらですね、この境界線切って鶏さんのお家にしようか。とりあえず一旦ね。あ、ごめん、ちょっと待って、ごめんごめん、申し訳ねえべ。さてさて、そしたらですね、今私の拠点にいる動物が羊さん、豚さん、牛さん、鳥さん、そしてなんかあのラマさんいるんですけども、まあこれだけでね、結構重要なね動物は連れてこれたと思います。そしたらどんどんね餌をあげて増やしていきたいと思います。ほら、お食べ、おいしいか、おいしいかね、おいしい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 、取れたてのここで取れた野菜だからね、これね、おいしいね、よかったよかった。そしたら牛さん少ないね、牛さん、ほらお食べ。さあ、お、新しい子供生まれた。ほら、お誕生日おめでとう。みんな新鮮な小麦だよ。いや、羊さんがですね、今のところ一番増やしたい動物なんですよ。っていうのも建築に使いたいからね。で、動物がね子供を産むと経験値も貯まるから一石二鳥なんですよね。はい、ということで皆さん一気に拠点が賑やかになりましたね。そしたらですね、また順番にそれぞれのねお家、楽園を作ってあげたいと思います。まあそれはまたね後々動画でやっていきましょう。そしたらですね、ちょっと時間がまだあるので、羊さんをねカラフルにしてみようかなと思います。それもねめちゃめちゃ簡単なんですよ。お花あったかな、あったあった、ポピー、フランス菊にするか、あとサボテン、こちらをですね染料にすることができるんですよ。こんな感じでね、じゃあポピーだったら赤の染料みたいな、このフランス菊だったら薄灰色の染料に変えることができるんですね。で、まあこのサボテンなんですけど、これはですねまず焼きます。ほら、緑の染料に変わりました。これでね羊さんたちの色を変えられるんですけど、とりあえず夜になったのでね、おやすみなさい。おはようございます。ということで、さっき作ったこちらの染料でね羊さんを染めていきたいと思います。染めるのは簡単、ワンタッチです。ほら、いいでしょう。じゃあこの子羊さんもね、かわいい。じゃあこの赤の染料で君、よしよし、じゃあ君もそうしましょう。で、薄灰色はちなみにこの子と同じ色だからいいかな、とりあえず。
そしたらもうちょい染料集めしようかな。もっとカラフルにするためにね。それでね、主に染料になるのがお花なんですよ。だからあるね、このね、お花、これタンポポだっけな、タンポポだ。これもほらね、黄色い染料に変えることができるんですよ。ということで、これもいくつかもらっていきましょう。青いお花みっけ。これはね、何のお花だっけな、ヤグルマギク。はい、青の染料にすることができます。じゃあこんな感じでちょっとね、お花を集めましょうか。あれ、このお花は何だっけな、ヒナソウ。ヒナソウもこれ薄灰色の染料か。なるほどね。まあとりあえず持っていきましょう。で、お花を染料にするだけじゃなくて、普通に飾るだけでも可愛いからね。あ、ひまわりが咲いてる、めっちゃ可愛い。持ってこう。で、まあちなみにひまわりもね、黄色い染料に変わります。え、めっちゃここひまわり咲いてんじゃん。え、可愛くない？めっちゃ可愛い。ひまわり畑だ。夏って感じがする。あ、かぼちゃだ。かぼちゃも持って帰ろう。かぼちゃもね、畑で育てることができるんですよ。あとね、結構建築とかで使ったりもね、すると可愛かったりするんですけども。あとサトウキビも持って帰ろうかな。はい、ということで戻ってまいりました。そしたらね、染料をまた作っていくんですけど、じゃあブルーの染料をもうちょい作るか。じゃあ10個で、黄色も10個、赤ももうちょい作っておこうかな。そしたらですね、これ絵の具と同じでさ、赤と黄色を組み合わせるとね、オレンジの染料も作れるんですよ。これ面白いよね。マイクラってリアルだよね。だから紫も青と赤組み合わせて作ることができると。じゃあまたね、染めていきますか。黄色1匹、青1匹、紫1匹、オレンジ1匹。ほら、めっちゃ一気にカラフルになったと思いませんか？あ、やばい、夜になった。寝よう、寝よう。おやすみなさい。おはよう。そして、このカラフルな状態でね、餌をあげると、その色の子供が生まれます。ほら、みんな、たくさん子供を産むんだ。ほら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 。もっとカラフルになるんだぞ。さあ、だいぶ増えたんじゃない？ほら、めっちゃ増えました。そしてもちろんね、毛の色がカラフルになると、こうやってカットした時もね、手に入る羊毛の色もカラフルになります。で、この羊毛を使ってね、建築したりするんですよね。まあ動画外でもね、羊毛チョキチョキしておきたいと思います。ほら、こんなにカラフルな羊毛が手に入りました。はい、ということで今日の動画は以上です。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。SNS は Twitter と Instagram やってますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。